次のお便りいきましょう。あ、届いてますね。届いてた。車買うなら横浜ゆうぽさん42歳ですね。42歳の方からお便りいただいております。はい、前田社長、はい、ズバリ年収はおいくらですか。こんなこと言っちゃっていいんですか。すごいすごいお便り来ましたね。ズバッとなお便り来ました、ね。すごいですね。でも確か29歳で、まあ、はっきり言うのもあれだからね、うん、まあ実際どんな感じに感じ実際社長やって上がってったのかとかっていうのちょっと認識されてるかもしれない。上がりました。上がった、うんうん、今で言うと前職営業やってた時代の年収の3倍、うんうんうん、すごいぐらい。すごいね。前職もまあ低くない方なんですけど。そうですね。3期目4期4期目に入ってからってことね、うん、社員はどのくらいいらっしゃるんでしたっけ。今13名ですね。13名。1期目ってどうだったんですか。1期目はもうクソ極貧生活でした、うん、1期目、はい、だって役員報酬30万月、うん、で手取りが20通常だと24とかじゃないですか、うん、23とか。でも僕前年度が会社員で普通に年収もらってたんで、うん、所得税が重たいのが乗っかってるんですよ、うん、30万に。だから実際使えたのってほんと13、4万とか。あ、1期目、はい、で家賃も払ってじゃあいきなり社長をやるからお金持ちってわけじゃないんですね。いやもう貯金100万200万切り崩してやってましたあ、なるほど、なるほど、はい、ほんときつかった。毎日納豆が、へー、それは7キロ太るわな。今ね納豆ご飯からからの ね会食続いていいもん食べてと。そうですね、はい、なるほどね、うん、ありがとうございます、はいはい、続きましてお便り、あ、まだ来てますね。来てますね。お尻の守護神さん25歳の方から届いてますね。前田社長、僕もいつか社長になりたいと思ってます。社長の1日、例えばどんな日でもいいんですけど、どういうスケジュールをお送りなさってるんでしょうか、教えてください。ありがとうございます。基本的に僕はゆっくり起きます。9時とかに起きます。それから2時間髪のセットにかかる。髪のセットで、はい、急いでない。あ、急いで2時間なんですよね。今あの身支度に2時間かかるんで、まあ、大体会社に着くのが1時とかです。1時、はい、でその時点では脳は超フレッシュなんですよ、うん、何も1日の始まりで考えてないんで、うん、なんで一発目は絶対打ち合わせか会議を入れるんですよ、うん、僕は、うん、1時2時とか、うんうんうん、で2時3時とかでもう一発会議とか打ち合わせが入るなら入れます、うん、でそこから発生した雑務とか、うん、溜まっている事務処理とか、うん、夕方に、まあ、メールとかも全部裁くって感じですね、うん、で最後の最後に1日の報告を聞いて、うん、あ、7時ぐらいに帰ると。へえ、ね、なんか昔聞いてた時って結構激務というかさ、はい、前田真希との労働時間がめちゃくちゃ長かったんですよ。あ、そうなんですね。えぐい長かったっす、ね、えぐい長かった。だって、うん、もう会うたびに、うん、たまに会うたびに、うん、真野さん昨日寝てないっす、もうこの、ね、何アピールか分かんないですけどあ、それアピールですね。一旦最初一回必ず徹夜で仕事してましたを言ってた。あ、でもそういうのもうなくなった。たまにあります。あの、っていうのもそう、うん、好きなんですよ仕事が、うん、仕事がね、作ったりとかで集中力が、うん、僕本当にもうあれなんですよね、もう飽きないんですよ、うん、乗ったらね、乗ったらもう入っちゃうんで、うん、入っちゃゾーン入っちゃったら、うん、もう朝までとか。あ、やれちゃうんですね。やれちゃうというか途中で、うん、やめるのが、うん、あの次の日絶対手つかない、うん、自分で分かってるんで、うん、やりきんないと終わんない。資料作成とかが多いの。プレゼン資料と資料作成もそうですし、うん、事業計画とかもそうですし、うん、まあ、何か作り込む時はもう基本オールです。うーん、あー、作業にすごい時間かかるの。作業に時間かかる、うん、いやでも僕ホームページとかも1日で作る、自分で、はい、LP ランディングページとか、ね、はい、うちも作ってもらう。あ、そうなんですね、うん、そんなことできるんですね。でも全然効果出なかったよ。効果は出ないね。当時ね、当時のディアスタッフのやつは。そうそうそう、効果は出ないね。ね、好きなんですよ。お便り来てないです。あ、お便り、あ、すいません、お便り来てますね。お便り、ペンネーム
犬も大好き。さっきの人だなと思う。多分さっきの人だな、この人。もうだからね。もう2週目入っちゃってですか。はい。熱烈なファン。ついとるやん。僕のお母さんかもしれない。あとしたら。先ほど歌を生歌を聴かせていただきました。前田さんは歌がうまいと有名です、横浜の方では。はい。歌どうやったら上手くなりますか。私は結構練習してるんですけど87点ぐらいまでしか出ません。はい。カラオケの点数を上げるためにどうしたらいいか、うん、アドバイスをください。いい質問だね。いい質問ですかね。はい。大前提、別に僕は自分を上手いと思っていません。うん、でもカラオケの点数は僕90点以上絶対出せる自信があるんですよ。うん、これは僕がそもそもなんですけど、うん、モテるためにカラオケを練習し始めたんですけど、はあ、これなんか聞いてる人気持ちよくとか、そのかっこいいなって思って聞けてんのかなって録音して聞き始めたのがきっかけなんですよ。はいはい。でまず歌い方、うん、本当こうしたらかっこいいなみたいな、うん、あ今のサビちょっと気持ちよかったなみたいなのをずっとやってたんですよね。結構つらいよね、自分の歌を聴くって ね、 ね、うん、辛いですよ。で5年ぐらい聴き続けたんですよ自分の歌。長いな。はい、いろんな歌もね、うん、そしたらなんか癖とか、うん、あこれこうしたらもっといい癖になるみたいな、ちょっとずつ見えてきて、うん、悪い癖抜けていい癖をちょっと、うん、あでもあ違うな、これさっき下手だったからないやいや痛いやつみたいになるな。いやいやいや違う違う。でも努力の結果なのね。やっぱ努力大事ですよね。歌ってね、なんかね。さっきの質問につながるよ。だから好きなことだから、うん、興味があることだから5年間も続けれるわけですよ。熱意を持って。いや自分の歌聞くの辛いよ。辛い辛い。そう辛いですよ。でもさっき。今日のこれ自分で聞かないといけないからね。いやいやマジで。いや先週声出なくて休んでるじゃないですか、うん、カラオケ大好きなカラオケも2ヶ月ぐらい行ってなくて。あ、久しぶりだったんだ。久しぶりに。もう喉開いてないわけだよ全く。いいね。だからちょっとリベンジしたいなってことでしょ。ってことだから次回につながるじゃん。なるほど、ね、自分で聞いて、はい、あもっとこうしときゃよかったなってのが分かるわけだから、はいはいはい、ちゃんと回収しとるわ。いやしてないしてない、うん、いやでもちょっとねめっちゃ下手だからもういいっすわ歌は。上手かったらいいんですけど。いや上手かったよ本当に。いや下手だからいやちゃんとアカペラでさ、うん、ね無音の中で歌う方がいいかもしれない、うんうん、しっかり逆にっすか。逆にね、うん、それ次やりましょう、はい、お便りお便り、お便り来ました？あ、来てますね。来てます。ダマガール大好きさんから18歳の方から来てますね。ダマガール、ダマガール、ダマガールですね。けん玉をモチーフにした映画だと思います。前田社長、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく、あ、前回いませんでしたね。やばいボロが出ちゃった。はい、もうはい、ダマガールさんからの質問来てます。はい、プライベートのことについてお聞きしたいです。はい、洋服いつもおしゃれだなと思ってるんですけど、どういったところでお買い物しますか。なるほど。それとあと洋服とかにどれぐらい月お金使うんですか。なるほどね。ありがとうございます。僕セレクトショップが多くて、なんか最新のあれが出たとか、なんかあの秋冬コレクションみたいな、うん、あんま僕興味なくて、うん、なんか全然昔の古着とか、うんうん、海外で流行ってるものとか、で何でもよくて、なんか僕が、あこれなんかかっこいいなって思ったら欲しいタイプなんです。だからそうセレクトショップとかで買うことが多いですね、うんうん、ワンチャン偽物とか着てるかもしれない、うん、あなるほどね。そう正規店じゃないから、そう本物っていう保証はない。入ってる方がいいんですかやっぱり。そうですね、うん、なんかブランドは好きなの。好きですね。ブラン好きなブランドはあるってこと、ね、バレンシアガとグッチ、ねうんうんまあ、これは真野さんからの影響なんですけど。真野さんそうだっけか。そう真野さん大好きなんですよ、そうでバレンシアガとグッチ。僕あんまりブランドはあんまりなんですよ、うんブランドとか興味がない。そうね、めちゃくちゃめっちゃ
ね、入ってるの着てますよね。いやでも僕も最近はあれですよ、もうあの無地のロンハーマンが多いですよ、やっぱり、うん、なんかもう年齢があれだからブランドはもうちょっと着なくなっちゃいました、ね。ロゴがねドーン入ってるのはね。月どれぐらい使うんですかって聞いてます。月18歳の子だから教育上も、ね、うん、ぶっちゃけ毎月全然買わないです、うん、1、2、3ヶ月ぐらい全く買わないですけど、うん、4ヶ月目とかに周期的にこう物欲が爆発しちゃう瞬間が、ストレス、ストレスかな、結構わかるなそれ。なんでこれは僕わかるね、それあるよね、買っちゃうよね。これアウトレットで、うん、半年ぶりの買い物かな、うん、で50万使いました。やったねやったね、アウトレットで50万なかなかだね。めちゃくちゃ買いましたね、まあ、家具とかああいうの買うとね、ちょっと大きいもの買うと服とかでしょ、ほとんど服とカバンとか、うん、カバンは大きいか、うん、カバン。まあでもそういうのは社長じゃなくてもさ、うん、サラリーマンの方とかでもね、ボーナス入って、うん、俺もやってたから50は使わない、はそうですね、でもやっぱ20、30は使ってたな俺も、商用が入った時は、だってどうせ持っててもパチンコで溶けていくだけだから当時は俺の場合は。そうですね、そうそう、だから一回物に変換しとかないと、ね、いつなくなるか分かんないから、ね、いやそうですよ ね、 そうですね、まあ、だから定期的になんかそういうのが来ちゃうんで、うん、半年ぶりとかでしたけど、うん、50万ぐらい買わせてもらいました ね、 いいね、いいね。買ったらすぐ着る派、帰りに着て着る、帰りに着て帰る、帰トイレで帰りに着て可愛い、試着室借りてもう店出る時に着ていく、あ、店で着て帰るパターン、そうっす、あ、それ男らしいね逆に。俺はねちょっとそれ恥ずかしいから、あ、ありがとうございますっつって一旦持ち帰って、持ち帰ってトイレに行っ て、 こう、これもなんかこう、うん、テープとか貼ってるじゃない、はいはいはい、あれも剥がした感がないように綺麗に一回剥がして、うん、服を入れ直してって感じです。うちってやらないやらない、そしたら明らかにこいつ着替えた感が出るじゃん、うん、その袋見たら、うん、こうだから、そういえば袋がね、そうそう、でも着替えるんですね、着替える、あの、うん、着替える時もあったなって感じ、うんうん、今はもう、うん、今はもう僕ぐらいのこう、うんうん、おしゃれさんになると、おしゃれさんになるとね、はいはい、じゃこれなんで僕がその店で着替えるようになったかっていうと、話の途中横取りが、だいぶ横取りが過ぎたね今ね、はい、はい、うん、で店出るじゃないですか、真野さんは、うん、トイレで着替えるじゃないですか、うん、その店に例えばじゃバレンシアガの店、うん、もう一回あれ見たいなって戻ることあるじゃないですか、あるね、その時にトイレで着替えて、そう、ね、戻ったら恥ずかしいんですよ、あ、もうこいつ着てるやんみたいな、うんうん、これが僕の場合はお店で、うん、あの試着室借りて着て帰ります、うん、帰りますわって言ったら、戻ってきた時に、あ、こんにちは、うん、ってなるんですよ、いい関係性ね、気づけるしね、だから僕はお店で着替える、うん、トイレで着替えたら戻るどころか、うん、前、店の前も通れない、うん、通れないから、はい、あ、これはもう退路を断つね、戻る道をなくすというかね、そういう生き方をしてきた、そういう生き方をしてきた、じゃあ真野さんにそろそろ一曲いっていただきます。僕ですか、はい、言ってもらいましょう、そろそろ全然関係ない話なんですけど、はいはいはい、まあ、スミカさんっていうのはちょっと気になってて、はい、まあ、僕川崎会社、うん、川崎の会社じゃないですか、うん、でスミカさん川崎出身ですよ ね、 そうですね、出身のバンドマン、そう、うん、でもちょっとお恥ずかしいながら聞いたことないんですよ、うん、だからちょっと大西さんに調べてもらって一番有名な曲教えてくださいとっていうのが今回のリクエスト曲です。え、じゃあ歌えるんすかそれ歌うんだ、それじゃあ聞いてくださいスミカさんで一番人気のある曲です、ラバーズ、お聴きください。口約束の結婚をした自分なのは君。
の僕は情けないんだ。好きでいる理由は少し嫌いになる理由はたくさんだけど代用品はないから腹をくくりますかな。滲んだインクの先の自分を固定するだけの覚悟ならもうできたから、目を開きして目を染みしてずっとずっと所属のお笑いコンビハマチの平田とジェームスです。ジェームス、ラピースタッフって何の会社か知ってる？タイの養殖に力を入れてる会社です。全然違います。人材派遣の会社です。じゃあ人材派遣ってどんな仕事かわかる？ほとんどがマグロの解体です。違います。いろんな仕事を幅広く紹介してます。じゃあラピースタッフの人たちの共通点は知ってる？全員特技がアジの三枚おろしです。寿司屋と間違えてない？僕お寿司好きなんです。知らんけどせめてハマチを出せ。正解は全員人の笑顔が好きなんです。じゃあ僕らと同じだ。確かに。Go Next! ラピースタッフ。 I'm Nick Fizikas. Play for the Kawasaki Brave Thunders and wear number 22. 私は5歳からバスケットをしている。プロになって37歳。まだもっともっと上手くなりたい。僕のピークはこれから。ファジーカス3決まった！You can do it too. Hake no shireto. Dear staff. さあ本日から、本日お届けしています新番組第2回目ミレニアル世代の社長トーク。神々すいません。俺も感じた。すいません。ディアスタッフ株式会社 CEO 真野俊介さん、ラピースタッフ株式会社代表取締役前田真希人さん、そして私川崎 FM 代表の大西恵真の3人でお送りしております。本日最後のコーナー、真希人の部屋。さあここからはラピースタッフ代表の前田真希人さんの肝入り渾身ご乱心なコーナー行ってみましょう。もうなんかほぼ真希人の部屋みたいな感じで今までね、そうだね、ちょっとね、今日したかったことはもう、うん、やったもんね、うん、真希人のリビングから今真希人の部屋に入っていった。おいいね、うまいこと、ありがとうございます、はい、ということでね、はい、今日はあの真希人の部屋と言いましても、はい、真希人の図書館という形にしたいなと思ってましてね、はい、あれ素敵、はい、というのもですね、うん、今私読書にドハマりしまして、うん、本が大好きなんですよ、うんうん、なんであの、まあ、僕の好きなその中でね、ビジネスに関係する好きな本を3つランキングでご紹介して、うん、まあもしあれば真野さん、エマさんの好きな本もお聞きしたいなと、うん、そう、本が好きなんで、あのお会いする社長さんとかにも、うん、おすすめの本ありますかって聞くのが僕今、ハマってて、とってもいいんですよ。じゃあご紹介いただけますか、はい、ちなみに本は紙？僕紙なんです。紙派なんですね。置く場所大変じゃないですか？言うても僕読むのめちゃくちゃ遅くて1ヶ月かかるんですよ。だからね、1年で12冊しか増えんっていう。あ、すごい。読書が趣味で
良かったよね。そうです。まあでも多分それだけこうちゃんとね咀嚼して読んでるってことでしょうね。そうだから絶対一冊はもうほぼ暗記ぐらいのレベルで、ね、すごいね。すごいすごい、そう、そう。それはでもすごいよ。そうなんですよ。それ何回も同じページ読むんですか？ね本当に、うん、そうです。つながるじゃないですか、こうやって、うんうん、あれここなんだっけなってこう、うん、漫画みたいにこう戻って読んじゃうんですよ、うんうんうん、あーなるほどね、はい、とか想像しながら読むのが好きで、あすごい読み方だから1時間に本当に5、6ページしか進まないですよ。これ結構ガチで。いやでもさ、いやでも俺らの読み方より全然いいよね絶対、うん、だってさ多分読んだ数って絶対俺の方が多いと思うのよ、うん、本ね、うん、だけどなんか読むことに終わらしたいっていうのが途中で先行してきちゃって、はいはい、結構流し読みするから、うんはいはい、じゃあ何って言われると全く覚えてないの。こっちの方が絶対だってそんな大体書いてることって一緒じゃん本って、はいはいはい、だからなんか一冊とかをしっかり理解する方が大事なような気がするけど、マキトの部屋なのに私の部屋じゃない、私の部屋じゃない、私の話してもいいですか？はいはい、私ね、私すっごい遅いんですよ読むの。あ、なるほどね。3ページぐらいでもうなんか疲れちゃったりする、うん、本当すごい亀の歩みなんですよ、はいはいはい、でうちの夫がすごい本読むんですよ、うん、で私は耳で聞いた方が話が入ってくるって話をしてたらなんか脳の構造がどうやら違うらしいということになって、で夫は耳で聞いてその音、本を今なんか音で聞けたりするじゃないですか、うん、そういうサービスがあったり、はいはいはい、でそれでやると全然入ってこなくて、うん、なんかそうそうそう、なんかイライラ集中できないとかなるらしいんです。で聞くって言ってたでしょ、でおじさん。そう私は聞くんです、うん、でもさ、うん、それってさなんかその、はい、それに変換されてる本じゃないとダメなの、うん、何でもできるの、ね、変換されてる本ブックオーディオってやつだっけ、そうだよ、ね、多分オーディブルとか、うんうん、オーディオブックとかね、そうオーディオブックとか、あとは、うん、あのスマホに、視覚障害者の方が使う、トークバックっていう機能が大体のスマホについてるんですよ、うん、なるほどね、文字を全部読み上げてくれるっていう、うん、機能があって、うん、それ使うとあのずっと本を、まあ、Kindle で買ったものとかをずっと音で読んでくれるっていうのがあって、うんうん、あちょっと俺もそれやってみよう、ずっと流し、そしたらね、うん、割とやっぱ入るんですよ、しかも早い、やってみる、ラジオとか好きだから、うん、聞くの好きだからいいかもしれない、うん、ちょっと待って、うん、ツールじゃないわ、ツールじゃない、ごめん部屋でやりたいのはツールの話じゃないお話泥棒しちゃった、だからいいすよ、おすすめの3選ちょっとじゃあ行きましょう、ありがとうございます、聞きましょうよ、聞きましょう、うん、どんな本読んでどんな内容だったのかと、ありがとうございます。第3位がですね、第3位、手紙屋という本でして、お読んだんだ、はい、北川泰史さんという方が書いている本なんですけどね、うんまあ、小説みたいな感じで、まあ、ストーリーがあって、まあ、基本的に読みやすい、でこれはフィクションなんですけど、うん、その内容が、まあ、手紙屋さんっていうのがあって、うん、仕事をまあ10通だけのやり取りをするんですけど、その中でその働くこととか仕事に対して本来ビジネスはどうあるべきかみたいな本質を結構考えさせられる内容で、これ我らが会長のから送りつけられてきた本、真野さんにもきっと送られてきたと思うんですよ、あのね、あれ夢を叶える像に似てる、そう、はいはいはい、すごい、で俺はそっちを先に読んでたからどっちかっていうと夢を叶える像の方が好きな派だね、うんうんうん、実はそれ特別編に入れてました、特別編入れた、うん、そう、うん、なるほど、そう、それ3位ね、3位です、はい、じゃあ2位、2位がリーダーの仮面っていう本ですね、買いました、あの勧められたから、おすすめさせてもらって、うん、今ね、あのなんていうんですか、平置きされてる、そうです、皆さん多いかも、うん、安藤光大さんっていうね、てかね、あの安藤さんとお友達なんです、え、マジか、そう、え、マジか、はい、僕大ファンというか、あ、本当ですか、すごい好きで考え方あ、本当ですか、他の作品も読んでるの、通知可能に、通知可能にとか、あ、結構有名な、有名です、あの結構売れてる、売れてます、てかこの株式会社式学っていう会社がすごくて、この意識構造学っていう理論に基づいて、こうマネジメントをコーチングしてくれるような、コンサルしてくれるような会社なんですけど、この会社なんと創業4年で上場してるんですよ、自社にこの意識構造学、式学のノウハウをぶち込んで、高速で PDCA 回して組織をこう拡大していって4年で上場ですよ、すごくないですか、すごい、え、まあ、それは会社の話だよね、でそのリーダーの仮面っていうのはどういう、リーダーの仮面っていうのがですね、基本的に優秀な営業マンがこうマネジメントで失敗してしまう理由とか、そのいわゆる
社長になって、どういうマネジメントしちゃダメだよねみたいな、こういうマネジメントをすべきだよねっていうのを意識構造学っていう学問に基づいて論理的に説明してくれる本なんですよね。なんで実践しやすい、めちゃくちゃ。リーダーシップとかリーダーって結構さ答えがありそうでなくて、まあみんなやっぱりすごい探求してるし、答えが明確なもんないじゃない。ここは何もうケーススタディみたいな感じでいい悪いってはっきり言ってるって感じなの。こうすべきあすべきみたいなのが多いイメージ、ね、結構強めにいくんだね。結構強めです、ね、なんかそういうのって結構ほのめかす、ほのめかすとかごまかすというか、あれだけど、言い方変えちゃうと本当に宗教的っていうぐらいまでこう独特な考え方がを提唱されてる。ただこれが考え方っていうよりかは哲学じゃなくてもう意識構造学っていう部分なんで僕は入ってきやすくて、これうちの会社で実際1年前ぐらいから取り入れれる部分取り入れてるんですけど、すごい。どう？いや離職ゼロス、正社員、だし組織化みたいなところがイメージした通りになっていってる気がしてて、すごい。これマジで取り入れて変わったっすね。それが2位なの？これ2位です。これ2位なの？はい。じゃあ1位は？1位が心を鍛えるという、サイバーエージェント社長の藤田進さんと元ライブドア社長のホリエモンの共同の著書で、これ大好きで読みやすいよね。めちゃくちゃ読みやすい。マロさん全部読んですよねこれ。だからリーダーの仮面がまだ俺手つけれてないから、買ったは買ってはいい、この心鍛える読んだことあります？読んでないです。私これバチクソにおもろいですよ。だね、こんなすごい人でも、悩みだったり弱い時期があってみたいな、共感できる部分がめちゃくちゃあるんですよ、僭越ながら。つまり同じ人間だと、しかもビジネスっていう部分ではスタートライン一緒やんって思える部分があるんですよね。麻雀にドハマりする時期があったりとか、大学中退しちゃったりとか、なんかその中でこう今があってみたいなところが結構自分に落とし込みやすくてリンクしやすくて、なんか漠然としたすごい方への近づき方がね、こう道順を追ってぼんやり見えてきた、見えてくるような本なんですね。なんかね、2,3 ページごとに堀江さんのパート、藤田さんのパートってこう交互に変わっていくので、本当だ。で、まあ本当読みやすいし、なんか、まあ、堀江もん、あ、堀江さんとかだったら、ね、捕まった時の前後の話とか、まあ若かりし何も成し遂げてない時の話とか、面白いね。面白い。これね、2人が対照的なんですよ、性格が。そうね、情熱タイプの藤田さんと、まあ理路整然としてる、冷静沈着な感じのね、ホリエモンと、で考え方が違うんですけど、そのそれぞれの事業とかビジネスについてとか、こう語るんですよね、対談っぽい感じの部分もあったりとか、なんかあれよね、それを受けて多分別でインタビューしてるの、おそらく。で、堀江さんがこんなこと言ってましたよって言ったら、ああ堀江さんそういうことありますからねとか、でも僕の時はこうでしたよとかっていう感じのがマジでめっちゃいいですよね。1個の議題に2つの意見が入ってきたりとかあるんで、超お買い得って感じに、俺も結構ドッグイヤー作ったとも、なんかこう折り曲げたとも、好きなところ、ここは心に残しときたいなっての結構あった。めっちゃ好きです。いや本当読みやすい、サラサラって終わっちゃう。じゃあ振り返ると、1位が心を鍛えるという本、2位がリーダーの仮面という本、3位が手紙屋という本ですね。はい、いいですね、いいですね。そう、これね本当におすすめですよ、これちょっとすぐ買う。私買ってください本当に。なんか最後前田さんのおかげでなんかぽくなったね。ぽくなった。まあこれ一応ね、社長トークっていう番組なんでね。そうでした。もう60分中の50分は無駄話だったもんね。歌う歌うしね。歌わされたんですよ。皆さん僕あの歌わされたんですよ、これ。そうですね、そう。ぽくなった、ぽくなった。でも確かにちょっと見たくなった。俺リーダーの仮面見たくなった。リーダーの仮面ね、そううちにあるわ、そういうあるある。これ本当に。そうやって実践してる人見ると、ね。マネジメントをする人はね、見た方がいい。てか僕家庭もマネジメントだと思ってるんですよね。まあ家庭持ってないんですけど、だからもう本当でも組織って2人以上いたらもう組織になるじゃないですか、だから僕家族とのコミュニケーションも実はこれ意識してて、
誰でも活かせる内容だと思いますね。これは今日はいいコーナーになりました。あらら、はい、ありがとうございます。もうあっという間にエンディングのお時間になりました。あら早い、ちょっと今日喋りすぎちゃった、すいません。どうですか1時間いい感じだった？あとやっぱ いい感じだった。3人うん、あ、3人いい感じだったんだ ね、いやでもちょっと今日僕ボケが足んなかった、うん、もっとマノさんに突っ込ませて、で今さんにもっとこう天然なとこ出してもらわないといけない。前田思ってることそんなにいいボケしないよ、うん、じゃこれがじわじわくんすよ、じわじわくんすよ。4回目見てみ、あの鈍いドンキみたいなこうバッチバッチやられたらね聞いてくるもんね。はい、ありがとうございます。まあそんなような3人でこれからもお届けしますんで、ぜひ皆さん聞いてください。次回の放送は来月の2023年の12月20日、その時パパになってるからね。あ、そうですよ、うん、12月20日の水曜日14時からです。ゲストはないかな、子供、俺の子供。うわぁ1ヶ月検診終わった新生児が来るかもしれないということで、この番組アーカイブ配信もしておりますので、ぜひぜひお聞きください。それでは本日皆さんありがとうございました。